ペトラちゃんは見た。私はアカネ。地元の大学に通う学生で、現在は実家に住んでいる。そんな我が家だが、最近家族が増えた。それが兄のお嫁さんであるゆりさんだ。アカネちゃん、晩ご飯何がいい？カレーでお願いします。はーい。このようにポワンとした人だが、穏やかで優しい女性だ。兄もそういうところに惹かれたのだろう。なんせ我が家は何かと気の強い女性が多いので。私もだけど、特に母とか。ゆりさん。はい、何でしょう。ほら、このほこり、玄関の靴箱の上を指で撫でたらついたわ。これは一体どういうこと？まったく、ちゃんと掃除してちょうだい。見てわかる通り、うちの母はザ・シュートメという感じなのだ。家族に対しても小言が多く、今は亡きおばあちゃんとも仲が悪かったし、友達も少ない。もうお母さん、そんなの別にいいじゃない。よくないわ。玄関は家の顔、しっかり掃除しないと。自分が掃除するときは結構ホコリとか残すのに、我が母ながら嫌な人だよ。でもそんなシュートメに対し、あー、すみません、生き残しがあったみたいですね。教えていただきありがとうございます。おー、大人な対応。このようにゆりさんは怒るでも悲しむでもなく、ニコニコとしたままなのだ。まあそのせいで母は一層面白くないようだけど。チッ、いびりがエスカレートしなければいいけど。この時私たちは知る由もなかった。まさかゆりさんにあんな一面があるなんて。1時間後、カレーできました。あ、美味しそう。ゆりは料理上手だからな。おかわりもありますよ。ゆりさん、まずはあなたから食べてちょうだい。え？当然でしょ。毒味薬は必要よ。なんせここに来てまだ気の浅い人間が作った料理だもの。ふっ。お母さん。え？じゃあお先にいただきます。ゆりさん。皆さん、食べないでください。え？どうしたのかしら。まさか本当にカレーの味付けをミスしてしまったとか。ついで1週間も経ってないのに、もう気が緩んでしまったのかしら。お母さん、まさか。何よ、私は何もしてないわよ。お酢やら何やらを手当たり次第に混ぜて、生意気な嫁のカレーをぶち壊しにしてやろうなんて全然してないわ。お兄ちゃんもさ、好きで結婚した相手なんだから、もうちょっとゆりさんのことかばってやったらどうなの。おー、まあ別に問題ねえよ。多分先に白旗あげるのはお袋だろうし。え、それどういう。あー、すいません、中身を移し替えて確認したら鍋の底が剥げてました。え、見たところアルミ製ですからね。長く使い続けたせいで鍋底に限界が来たのかもしれません。とにかくそのカレーは食べないでください。有害な成分が入ってるかもしれないので。な、鍋の底が剥げるなんて、そんなことある。昔からそうなんですよ。私って運が悪くて、学生時代の調理実習とかでも、私が使う番になると経年劣化で器具が壊れたり、たまたま買った本がページがおかしくなってたり、上下が逆、白紙のページがある。そうなんだ。でも食べたのが私だけでよかった。お母さんが毒味させてくれたおかげです。ファインプレーでしたね。そうね。あのお母さんが押されている。の、言ったろ、もうしばらく静観しとこうぜ。それからも母によるゆりさんいびりは続いたんだけど。ゆりさん、お風呂お先にどうぞ。沸いたわよ。ありがとうございます。家事でくたくたに疲れているところに優しい顔して熱湯風呂を譲って心を折る。我ながら最悪の計画ね。風呂場から出てきた第一声は泣き言か罵声か。物だわ。風呂の温度が50度にされてることも知らずに。どんな顔して出てくるかしら。5分後。おかしいわね。一向に出てこないわ。一応様子を確認しとこうかしら。まさか普通に入ってるのかしら。ちょっとゆりさん、どうしたのよ。すみません、床で滑って転んじゃって、それで頭を打って気絶してたみたいです。お恥ずかしい。あなた、それ大丈夫なの。今まで何度もこういうことあったので慣れてます。ニパー。慣れるものなのそれ。あ、シャワーが出しっぱなしに。転んだ拍子にノブが回っちゃったのかな。
しかもこれ冷水ですね。これじゃお風呂がぬるくなってるかも。せっかくお母さんがお風呂入れてくれたのに。あれ、なんかちょうどいい温度です。もしかしてそこまで水が入らなかったかも。そうなの。よかったわね。お母さんはお風呂を沸かしてくれたり、こうして助け起こしてくれたり、本当にいい人ですね。そんなでもないわよ。じゃあごゆっくり。もうですか。こんな風に母のいびりをゆりさんの不運が斜め上から叩き潰してしまうのだ。ある日。あら、これはゆりさんがよく着てるニットのワンピース。洗濯カゴにあるってことはこれから洗うのね。そうだわ。ごめんなさい、ゆりさん。ゆりさんの代わりにお洗濯をしておこうと思って洗ったんだけど、間違えてニットのセーターを普通の洗剤で洗っちゃったの。泣け泣け。すごい、ぴったりになってる。あ、これ実は間違えて男性用の XL サイズを買っちゃってて。家で気づいて。セール品だから返品もできないし。苦し紛れにワンピースっぽく着てたんです。この色に一目惚れしてサイズ確認せず買っちゃったんで諦めてたんですけど。ありがとうございます。よかった。あ、そう。またある日。あかねちゃん、紅茶飲まない？クッキーもらったの。飲みます。これで飲みましょう。うわー、高そうな箱。小さい頃からこのブランドのティーカップに憧れててね。働き始めて初めてのボーナスでこのセットを買ったの。これで紅茶を飲んでると幸せな気分になれるんだ。へーその中身はすでに抜き取ってあるのよ。せいぜい泣いて取り乱すことね。紅茶はダージリンとアッサムとオレンジペコがあるけど、どのお茶が好き？ゆりさん大丈夫？はぁ、そんなことよりティーカップが。あれ、空っぽだ。おかしいな、しまい忘れてるのかな。それよりも頭の怪我を。救急箱は。あら、ゆりさん、これ。あ、なんでここに？まさか、お母さん。よくわからないけどよかった。おかしいわ、何をやってもあの子に勝てない。新妻時代義母のいびりを100倍返しにして粉砕したほど狡猾なこの私が。ぬぬぬ。自分で狡猾とか言うんだ。この頃になると私は母とゆりさんの関係を静観するようになっていた。私が下手に横槍を入れるよりそっちの方がうまくいきそうだったから。ん？お母さんどうされました？元気がないですね。別に何でもないわ。困っていることがあればお聞きしますよ。お母さんにはいつもお世話になってるので。ゆりさんはどうして私にそんなに優しいの？そうですね、多分お母さんがいつも私を気にかけてくれているからだと思います。気にかける？イビルじゃなくて？イビル？はい。私、子供の頃からものすごく運が悪かったんです。そのせいで周囲の人も気味悪がって離れていっちゃって。でもお母さんは私がどんな不運に巻き込まれても見捨てずにいてくれました。そんなつもりじゃないと思うけど。私は実はいつ家から追い出されるかなってヒヤヒヤしてたんですけど、今のところそんな気配はありませんし。それはそれをすると負けた気になるからで。とにかくあなたは優しい人です。私はこの家に嫁いできてよかったと思ってますよ。ゆりさん。お母さん、これはもう負けじゃない？ずいぶん厄介なお嫁さんが来たものね。私もね、小さい頃から人に煙たがられて生きてきたのよ。どうにも我が強いんでしょうね。親にも可愛くないって言われて。まあ根性が曲がってるのは生まれつきだけど。自覚はあるのか。そんな私でも身内のことは可愛くてね。こう見えて息子のことも娘のことも溺愛してるのよ。その割には小言が多かった気がするけど。うるさいわね。じゃあ私はそんな可愛い息子さんをお母さんから奪ってしまったということになりますね。ええ、だからまあ正直あなたのことは憎らしかったわ。でももう年ね、人に悪意を向け続けるのは疲れたわ。モチベーションがあれば続くんでしょうけど、ゆりさんは優しい人だしね。我が家の嫁姑問題は今回も姑側の負けね。こんな意地の悪い義母でよければこれからもよろしく、ゆりさん。
こちらこそ。それ以来母はつきものが落ちたように嫁いびり、まあ最初からほとんどできてなかったけどをやめた。今ではゆりさんと私と3人で外食するようにもなった。いやー、美味しかったですね、あそこのケーキ屋。確かに。そうね、まあ甘すぎな気もしたけど、相変わらずお母さんは辛口ですね。まだまだ牙は抜けてないわ。でも行く途中に雨に降られるとは思いませんでした。最近の天気予報は当てにならないわね。まあお兄ちゃんが念のため傘を持たせてくれたから事なきを得たけどね。甘いものが苦手なのでお留守番中。立花くん、私の不運のことよく知ってるから。さすが夫。こんな風に一緒にいる時間も増えていった。振り替えバスもいつ来るか分からなくて。そのせいでゆりさんの風に巻き込まれることも増えたけど、本当にゆりさんといると飽きないわね。そう言ってくださると嬉しいです。雨降って地固まる、この二人ならこれからもうまくやれるだろう。わー、見てください、虹ですよ。泥水にまみれつつ私はそう思うのだった。私の新品のハイヒールが傷だらけ。ご視聴いただきありがとうございました。運が悪いのはそんなのはもうどうしようもないことだと思いますし、そのせいで周りの人が寄ってこないのは悲しいものでしょうね。何にせよ自分がひどい目に遭ってたから同じような目に遭わせるとか、そんなことを考えるものじゃないです。平和的に片付いてよかったですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい関係に落ち着いてよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。